神道はクメール人の王国。中国では神道、ベトナムではチャーン・エルピーとして知られている。古い中国の記録は現在のラオス南部からカンボジア東部に位置した神道を統治した初代王シュルタバルマンと二大王シュレシュタバルマンの二人の王に言及している。550年頃は不南国の従属国であり、その60年ほど後に独立を成し遂げ、 最終的には、不難国を占領、人々と文化を吸収していった。この時の不難国の弱体化は、ローマ帝国とその後の地中海と中国の間の通称路の崩壊から説明できる。カンボジアの文化に大きな影響を与えたものは、現在の根本とムにあたるバーバプラを首都とする、不難国で形作られた。遺産は、最も重要な支配者、 イシャーナ・バルマン一世による612年から628年にかけての不難国の占領官僚である。613年、彼はこの新しい国の最初の首都を現在の参謀プレイクックにあたるにした。681年のジャヤー・バルマン一世の死後、王国には混乱が起こり、8世紀の初め頃、王国は多くの小王国に崩壊していった。 新郎の統治者であったプーシュカラクシャは彼自身がカンボジャスの王であることを宣言した。706年頃に新郎は陸の新郎王として知られる北部と水の新郎王として知られる南部に分離した。現在ラオスのチャンパーサック県とされる場所が北部の中心となり、メコンデルタと海岸地域は南部の一部になった。中国の年代書には八世紀に新郎が 陸振動と水振動に分離したとしている。この時期プーシュカラクシャの息子シャンブバルマンは8世紀の間、マレーシア人とジャワ人が支配した多くのクメール小王国である水振動の大部分を支配し、陸振動はシャンブバルマンの兄弟ラージェンドラバルマン一世が支配した。774年頃からジャワ王国のシャイレーンドラ朝の侵略が始まり、802年頃まで、 その支配下に入っていた。この事件は10世紀のアッパース朝とインド、中国、東南アジアとの交易の実態を記したアラビア語文献、中国とインドの諸情報第二の書にザーバジのマハーラージュの王国がクマール国を襲撃した事件として記載されている。ザーバジはシャイデーンドラ、マハーラージュはインド古来の大王の称号マハーラージャ、クマールは クメール国であり、シャイデーンドラがクメール王を殺害して、しばらくの間クメール国を俗国とした事件を記したものと考えられている。チャンパーのポ・ナガルヒ文によれば784年、ヤンティクーヒ文によれば787年に、ジャワの黒い肌の俗軍が来襲したとの記載がある。さらに大越式前諸外期間後には767年の事件として、アンナントコフを コンロントバーの襲撃事件が記されているだと考えられている。チャンパー、ジャワのいずれであってもマレー系の人々だと考えられる。家島彦一役、中国とインドの諸情報第2のショピアニ氏も48から54。ありがとうございます。